エクスポジションパークはアメリカのペンシルベニア州ピッツバーグにかつて存在した野球場。1882年、アレゲニー川沿いに建設され、同年に球団創設を果たしたアメリカガソシエーションのピッツバーグアレゲニーズの本拠地として開場した。収容人数は1万6千人、外野の広さは両翼までが400フィート、中堅までが450フィート。 川沿いの定地に位置していたことから、ロワー,ーフィールドと呼ばれた。しかし1883年春に起きた洪水で、川が氾濫したため、高台にアッパーフィールドと呼ばれるもう一つのエクスポジションパークが建設された。翌1884年、アレゲニーズはレクリエーションパークへ移転。1887年にはアレゲニーズはナショナルリーグへ移籍した。 その間エクスポジションパークの方は、1890年に、プレイヤーズリーグのピッツバーグバーファーズの本拠地となり、改修が施されていた。1891年、アレゲニーズは新しくなった、エクスポジションパークへ再移転。シーズン前にいた球団から選手を引き抜いたことを逆手に、とって、チーム名もパイレーツに変更した。 パイレーツは1909年の途中までエクスポジションパークを本拠地として使用し、その後ホーブスフィールドへ移転した。1913年から1915年にかけてはフェデラルリーグのピッツバーグレーベルズが本拠地として使用し、その後エクスポジションパークは取り壊された。ありがとうございます。